これまで20歳以上だった選挙権が今年の6月19日以降に公示される国政選挙から18歳以上に引き下げられることになりました。なぜ投票できる年齢が引き下げられたのか、選挙管理委員会の方にお話を伺いながら、若者が選挙に参加する意義、そして選挙に参加する意識を育てる文京区の取り組みをご紹介します。18歳選挙権について詳しいお話を伺うため、スタジオには文京区選挙管理委員会事務局の内田さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。18歳選挙権について教えていただけますか。はい、平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。これに伴い、施行日である今年6月19日以降に行われる国政選挙から満18歳以上の有権者が投票できることになったんです。そうなんですね。でもなぜ選挙権年齢が引き下げられたのですか。日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。高齢者が増え、若者が減少する中で、日本の未来を担っていく10代の若者に政治に興味を持ってより主体的に関わってもらうためです。長い年月を経て若年層の選挙離れも進んでおり、例えば平成27年4月の文京区議会議員選挙では70歳代の投票率が 69.38% であるのに対して、20歳代の投票率は 30.19% と実に40ポイント近い差が生じていました。その20代の投票率が 30% とすごく少ないことに驚きなんですけれども、この若者の投票率が低くなると実際どのような問題が起きるんでしょうか。投票率が低いイコール政治に声が届きにくいということで、若者に向けた政策が実現しにくくなったり、実現するのに時間がかかったりしてしまいます。逆に高齢者に向けた政策が優遇されて、世代間で政治に差が生まれてしまう可能性があります。各世代に平等な政治であるためにも、若者の投票というのはすごく大事ですよね。さて、6月から施行される18歳選挙権ですが、文京区では若者に向けた選挙の取り組みをされていると伺いましたが、どのようなものでしょうか。文京区ではおよそ10年前より若者に政治参加する意識を持ってもらうための活動を始め、本格的には平成26年より様々な取り組みを行っております。そのいくつかを VTR にまとめてありますのでご覧ください。まずこれは本郷小学校で行われた選挙で前授業模擬選挙の模様です。どなたか壇上にいらっしゃいますよ。今回私が皆さんに主張したい給食メニューは、日本各地の特に北海道の料理をふんだんに使用した郷土料理であります。タイトルはズバリ神々ヘルシーメニューです。メインはパリパリの揚げ焼きそば、そこにあったかい根菜スープとデザートにリンゴもついちゃいます。実はこれ給食の献立を選ぶ選挙なんです。それぞれの候補者が献立のおすすめポイントを紹介しているんですね。演説を聞いたら実際に投票に移ります。こんな機材も使用するんですね。本物の選挙の感覚が伝わるように、投票所で実際に使用している機材を貸し出ししています。生徒たちは自分が判断し投票することで意思が反映されるということを学びます。ワールド青木さん54票従いまして、ワールド青木さんが当選になります。後日選挙で選ばれた給食が実際に出てきます。楽しみながら学べるのがいいですね。続いて音羽中学校で行われた模擬選挙の様子です。今度はさらに現実の選挙に近くなり、区長選に3人の候補者が立候補したという設定です。あ、ポスターもあるんですね。候補者は実際に教室を回ってアピールします。今回音羽区長選に立候補させていただきます。と貞方公平と申します。政策などしっかり言っていくので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、この名前を覚えてください。飯塚美咲です。候補者の熱意も伝わってくるようですね。
そしてそれぞれの政治方針を演説します。音楽の公立学校の授業料を一部有料化するということです。私は家庭の状況に関わらず、全ての高校生が安心して勉強に取り組める環境を作りたいと考えています。違った政治方針を持つ候補者から自分の考えに近い人を選択するという実際の選挙を疑似体験し、内容を理解してもらうようにしています。なるほど。高校生の年代では選挙について考えるワークショップを開催しています。これは何をしているところですか？これは選挙や政治のプラスとマイナスのイメージを参加者それぞれが書き出しているところです。街とかそういうのって結構身近で考えれたりするよね。ただちょっとね、やっぱ政治とかだと遠く、選挙や政治に参加する意味を自分の頭で考え、向き合う姿勢を育んでいます。まもなく選挙権を持つことになる彼らに選挙について聞いてみました。もし自分の意見に合うその政治家さんがいたら、まあ、ぜひ投票したいしっていう感じです、ね。まあ、一応せっかく手に入れられたし、まあ、行こうとは思ってます。そう、行かないで文句言うのはちょっと場違いかなと思うので、行ってから、まあ、文句言うなら文句言おうかなと思っていて、ちょっと若者の意見が取りにくい世の中になるのはちょっと得策ではないなっていうふうに僕もちょっと感じるので、まあその何ですかね、自分の理想を持ってしっかり投票できる人は増えてほしいなと思います。文京区ではいろいろな取り組みをしているんですね。はい、27年度にこうした取り組みを行った学校は6校でしたが、実際に模擬選挙を実施した中学校3校でアンケートを行った結果、 90% 以上の生徒さんが18歳になったら投票したいと答えています。取り組みを行うことで選挙への関心を高められたと考えています。区ではこれからも選挙を意識づける運動を広げていくとともに、継続して行っていくことが大切だと考えています。ところで、区ではこの夏の参議院議員選挙に向けて若年層の有権者の投票率を上げるために具体的な対策をするということですが、夏の参議院議員選挙までに18歳になる方と今年度19歳、20歳になる方を対象に、投票の方法や選挙の豆知識など有権者として必要な知識をまとめた小冊子バースデーレターを送付する予定です。バースデーレター内コンテンツの目玉として、文京区ゆかりのある有名サッカー選手よりメッセージをいただいています。対象者の皆さん、楽しみにしていてください。有名なサッカー選手、気になりますね。ところで、今回から施行される18歳選挙権ですが、注意事項があるそうですね。若年層の有権者が進学や就職などに伴い実家を離れる場合などにおいては、引っ越し先の自治体へ住民票の届け出が必要ですので注意してください。選挙で投票するためには、選挙権を持っているだけでなく選挙人名簿に登録されていることが必要で、選挙人名簿への登録は住民票がある自治体において要件を満たした方に対して自動的に行われるようになっています。引っ越した場合などは住民票の届け出が必要となりますので、お気をつけください。それでは選挙管理委員会からお知らせをお願いします。選挙時若年層の投票立ち会い人の募集です。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、投票所には公正な投票を確保するため投票立ち会い人が必要です。投票できるようになった方は同時に投票立ち会い人にもなれます。選挙管理委員会では選挙への理解をより深めていただくために、体験型学習の一環として若い方々の投票立ち会い人の登録制度を設けています。投票立ち会い人にご興味をお持ちの方は、ぜひ選挙管理委員会までご一報ください。最後に番組をご覧の方々に一言お願いします。選挙を通じ社会を良くする動き、その主役はあなたです。そしてその隣の人も主役です。皆さん、ぜひ投票に行きましょう。未来を作るのは自分自身という意識を持って積極的に政治に関わっていっていただきたいですよね。私も必ず投票に行きたいと思います。本日は18歳選挙権について文京区選挙管理委員会事務局の内田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。